はい、 AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡香織です。よろしくお願いします。はい、ということで今日もショールームをやっていきますよ。よいしょ。さあ今日は何の話をしていきましょうかね。なんか一昨日までジョマイラブあったのが嘘みたいだわ。なんかもう1週間ぐらい前のことのように感じるもん。はい、いや私の中で時進むの早すぎじゃない？気のせいでしょうか。まだ1日しか経ってないよ。やばいよね。私こんな調子で大丈夫なのかな。心配になってきちゃう。自分が心配になる。もうキスバイエイトの話ですが、リンリンの女王蜂とマリアちゃんの女王蜂なら、どっちのために働きたい？私はそうだな、でもぶっちゃけそのもう自分を全部捨てて誰かに尽くすっていうのはちょっとできない気がします、私には。うん、答えになってないです、ごめんなさい。でも逆になんかそのなんていうんだろう、 B ちゃんみたいにさ、なんだろう、我が道を進むっていうの堂々とできるかって言われたら絶対に無理だと思うんで、そう。あ、そうだな、あえて強いて言うなら、でもな、あんまりその星チームの方の見れてないからね。ちょっとどうしてもなんかマリアのイメージ印象が強いんだけど、まあそれは私がハートチームのいっぱい見てきたからっていうだけなんですけどね。そう、まあまあそうだな、マリアかな、強いて言うならね。初めてルンテツに大根のぬいぐるみ見せた時の表情が忘れられません。
どんな顔してたっけ。でもなんかすげえうわすげえすげえみたいな感じの顔したような気がするんだけど、実際どんな顔してたかはちょっとね、ちょっと自分じゃ分からん。どんな顔してたか教えて。うん、なんか喉がねかさついてる。あんま喋ってない、そんな喋ってたと思うんだけど、なんかかさついてはないんだけどね、なんかちょっと変だ。ルンちゃんってなんでいつも左に寄ってるの？あーうん、わかんない。まあでもそうだね、まあそういう画面の都合上、あの画面の都合です。知らん、でも私も知らん。うんでもまあちょっとそうだね、ここに机があるからっていうのもあるんですけど、まあ寄ろうと思えば寄れるっちゃ寄れるのか。いやあんまり寄れなかった。まあでもなんか特にねこれといった理由はないっす。そうスマホのね、まあスマホの置き位置の事情です。それはあの私まっすぐに画面に対してまっすぐに座ってないんですよこれ。まあどっちかっていうと左向きに座ってるから、まあ自然と左寄りになっちゃうんだろうね。そう、まあね何の話してたんだっけ。まああれだね、まああんまり意味、そうだね、まあそうですね、まあスマホの置く位置の問題です本当にそれは。うん、とあとそれに対する私の体の向きがどっちかっていうと左だからっていうのがあるかな。すごい今めっちゃ見てたね画面を。自分でもびっくりするぐらい見てた。あくび。まあそうだな、何の話しようかな、何の話したいですか、というか何の話聞きたいですかもう私毎回毎日これを皆さんに聞いてしまって申し訳ないです本当に。そうだね、今週末お話し会です。皆さんよろしくお願いします。
まばたき多い人だね。まばたき、うん、まあよく言われる。でもそんなに気になります？まあそうですね、うん、まあそう、目ドライアイだからかな、やっぱよく言われる。まあやっぱショールームで見てる時間が長いからです。あのやっぱ顔がアップというか配信でね、やっぱ顔が見える、まあ、そんなに多いかな。でもそんなもんじゃね、わからんけど。まあでもよく言われる、まばたき多いねって。ちょっとあれだな、ちょっと待って、目薬持ってきた。ちょっとだけ目が乾燥する。でもあったっけ、目薬あった。とりあえず今入れた。やばい、本当に何話せばいいのか全然わかんない。今日何かあったって言われたら特に何もなかったからさ、その話せるようなことが特にあった日じゃなかったからさ。市販のはこれ市販のだったりすんのかな。大体私はその眼科で処方されるものを使ってるんだけど、だからまあ薬局とかで目薬を買ったことはないです。まあでも市販、まあ、の別にね、今日のんびりだったわけじゃないんだけど、まあそのショールームでお伝えできるような内容のものがあんまりないから、その今日あった出来事がまあバタバタしてちゃしてたっちゃバタバタしてた。まあでもあとあんまり良くない気分になっちゃったこと、出来事が2つぐらいありました。そう、あんまり言えないんだけどね。そう、あんまりなんか気分良くないなって思うことがね、2つほどあったんですよ。まあ世の中にはそういう人もいるんだなって思って、ちょっと悲しくなりましたけどね、私は。そう、ちょっと悲しいよね。まあ一つは私に直接何かしてきたってわけじゃないんだけど、まあなんかたまたまその近くに私もいたから、なんかまあ内容が入って目にというか耳に入っちゃって、あーって思ったのと、でもう一個はなんだろう、そのまあ結果的には直接私に降りかかってきたけど、まあその相手がそのわざとだったのか、それともたまたまだったのかっていうのはわからないんだけど、なんかたまたまにしてはちょっとやだなって思ったことでした。なんかちょっと思い出したら辛くなってきた。そう、
ちょっと心のダメージ大きかったな、それは。そうね、まあまあショック、まあまあショックっていうか、まあまあダメージを食らいました、正直。そうなんです。私嫌なことちょっと結構割と引きずっちゃうタイプで。そうなの。ちょっと ダメだ、ちょっと暗くなっちゃった。どうしよう。楽しい話しよう。何の話する？まあ私の思い込みというか、なんかマイナスに捉えすぎなのかもしれないけど、なんかちょっとそういう風に捉えちゃうような感じだったからさ、ちょっとダメージを受けた。私にも問題はあったかもしれないんだけど、私はこれが正しいって思うことを行動してっていう、私はこれが正しいとは思ってないけど、まあこれが最近普通だったからそれを行っただけだったんだけど、それが原因なのかは分かんないんですけどね。まあその相手も知らない人だから、言っても知らない人なんですよ。もう二度と会うこともないような人なんですけどね。そう、でもなんか、もしかしたらその人が、は？なんなんこいつって思ったんかもしれんし。まあ、絶対、意図的にやったわけじゃないと信じたいんだけど、逆に意図的だったらもう、本当に、ダメージがすごい。
ね、あんまりちょっとこれをすごい具体的詳しく説明しちゃうのもちょっとあれだからさ、あれなんだけど、ちょっと家族にも話そうかなって思います。そう、さ、じゃあちょっと切り替えようか。何の話する？さっきプロントの前通ったらコナンとコラボしてるのね。ああ、そうなんですよ。なん、あのプロントってあのカフェがあるよね。なんだな、ポアロ、なんかポアロのメニューが出るんだっけ。ちょっと内容まで覚えてないんだけど、なんか安室さんとコラボしてることは知ってる。安室さんっていうのは名探偵コナンの安室徹のことですね。となんかコラボしてなんかやってるみたいなのは知ってる。うん、食べてないや。プロント行ってないからね。なんか私も目の前を通るっていうことをしたんだけど、行ってはないですね。そう、花丸のおすすめは私は塩豚月見ぶっ、ん？塩豚温玉ぶっかけですね。プロントは私あの一回レモンが入ったカルボナーラを食べたことがあって美味しかったなっていう記憶があるかな。でもあんま行ったことない、1回ぐらいしか行ったことない、 1,2 回ぐらいしか行ったことないと思う、プロントは。うん、そう、レモンが入ったカルボナーラって珍しいですよね。そう、でもやっぱこういうね、気持ちが沈んだ時こそジョン・マイ・ラブなんだろうなって自分の中で思いました存在がでかすぎる。もうキスバイエイトの感じした時に1回プロントあったので言ってました。あ、あそこだよね。そう、私もあそこの前通ったらなんかデカデカと安室さんいてびっくりしましたもん。うわ、安室さんだなって思いながら、あ、あここかプロントみたいな。そう、あ、そういうのがあるんや。バームブリュレでも絶対美味しいよね。美味しくないわけがない。安室さん、ああ、全然安室さん推しじゃないですよ。ズバッと。うん、全く安室さん推しじゃないっす。そう、デカデカと安室さんいるなとしか思ってない。そう。まあ推しって言ってもあれだけどね、私あんまアニメのキャラに対して推しって言わないんだよね。まあよくわからんけん、大体私いつも好きなキャラはって言うんだけど、私名探偵コナンでは怪盗キッドとセラマスミさんが好きです。はい、そう、私もね、その銀河劇場の近くにあって、そこの前さっと見た時に、おお
安室さん、安室さんいるなと思ってチラッと見、あ、プロントだ、だプロントだからかって思って、すげえめっちゃデカデカといるじゃん、おもろって思いながらその場を離れました。そういえばそれで思い出し、あの全然関係ないんだけどさ、アムロっていうの、アムロさんっていうのは名探偵コナンのアムロトールさんのことです、キャラクターね。そうで、なんだっけ、富樫、あのハンターハンターの富樫先生がツイッターを始めたみたいで、私最初絶対偽物だと思ってたんですよ。そうで、ずっとなんかフォローしようかどうかずっと迷ってて、どうしようかなって思って、なんかあるじゃん最近やっぱなりすましみたいなの。だからすごいもう1日ぐらい考えてからフォローしたら、後で本物と確認が取れましたみたいなニュースがになってて、あ、本物だったんだって思いながら。そう、そう、急に始めたしさ、そう、しかもなんかあんまそのツイッターとなんか SNS と結びつかないんですよね。だからそう、だから絶対偽物じゃんって思っちゃって、私はそう、まあ、絶対偽物じゃんとは思わんかったけど、でもなんか公式ともちょっと思いづらくって、1日ぐらい悩んでフォローした。そう、ね、でも最近いろんな漫画家さんがツイッター始めてますもんね。そう、すごいよね、なんか。だってね、本当にいろんなその大御所というかの方々始めて、ちょっとね、本当かなって思っちゃうもんね。あんまりその昔からもうやってらっしゃる方ほどツイッター、SNS やってないじゃない？それがさ、結構なんか普通っていう感じだから、なんかね、ツイッター急に始めたらほんまかって思うんですけど、そう。それこそ最近っていうか去年とかだっけ、いつだったか忘れたけど、高橋留美子先生とかもね、そう、始めてね。そうね、それがまあびっくりしたことですね。そう、ここ最近で結構驚いたことです。
そう、高橋留美子先生は犬夜叉のとかっていうか犬夜叉のね作者さんです。さあどうしようかな。どうしようかなっていうのは何の話をしようかなっていうことなんですけどそう、そうだな。あ、そういえばインスタの質問ね、皆さんありがとうございました。でも今回はやっぱそのあれですね、結構学校観劇、あのジョン・マイ・ラブの学校観劇のなんかで見てくださった生徒さんがね結構送ってくださってありがとうございます。嬉しいもんですよやっぱ。まあ基本的に私あの結構インスタの質問はね一人一個っていう風に一応まあ決め、あの心の中で決めてはいて心の中で決めてはいて、たくさん送ってくれてね、でも大体一個しか取れないから申し訳ないなとは思いつつ、そうまあね、なんかその学校観劇でまあ本当楽しい、大体もう授業で見るからさ、まあ授業とは言いながらもまあ楽しんでいただけたらなと思いながら、授業というかまあ遠足でっていう学校もあったんですけど、そまあ行事としてまあ見るっていう、私がそうだったから、そうだからまあそれでも楽しんでいただけたらと、楽しんでいただけたかなと思いますね。どうなんだろう、学校観劇した後って感想文とか書かされるんかな、どうだったかな、覚えてないな、まあ、でも書くとこは書くと思いますよ。今回は学校観劇のタイミングに舞台が重なったみたい、まあ、そうですね、2回貸し切り公演がありまして、あ、まあ、2回というか、まあ、結構やっぱその4月からがあのやっぱりそのなんて言うんだろうな、まあその年度の初めに遠足で学校観劇、遠足で見に行くっていう学校は多いんですよ。そう、私も高校の時がそうだった。まあ見に行けなかったんですけどね。そう、見に行けなかったんだけど、私も高校の時が遠足で見に行くとかだったんですよ。やっぱね、この時期、その年度が始まったばかりで、行事とかも入れやすい時期なので、やっぱそうですね、2期に比べたら、結構、多分結構あの来ると思うんですよ。やっぱ2期ってさ春休みだったりとか
あの冬休みと期間が重なるっていうことがあるから、そう、学校帰る時はまあ学校にもよると思うんだけど、基本的に1回かな、あのまあ学年が違ったら何回かってあるかもしれないんだけど、基本的に1回なんじゃないのかなって思ってます。そう、主に愛媛県の、そうですね、愛媛県の学校ですね。まあ今のところは愛媛県の学校しか私はまだ見たことないかな。そう、うん、まあなんかね、ちょっとでも心に何か残ってくれたら嬉しいかなって思う。そう、結構やっぱそのジョン・マイ・ラブ自体にね、なんか本当に素敵な言葉が多くて、なんかそう、なんだろうな、その結構そのまあ年齢問わずではあるけど、結構やっぱ若い人に向けてのメッセージ、若い人、あの実際若い人に向けてメッセージってわけじゃないけど、結果的にそのなんかまあ若い人にの背中を後押しするようなメッセージがいっぱい詰まってるような気がしてて、私はそう。だからなんかそれがちょっとなんか心の隅にでも残ってたら嬉しいなって思うし、でもやっぱその中でもちょっと笑い声が聞こえたりとかしたらね、嬉しくなるし、なんか学生さんの反応で、なやっぱ小声でちょっとボソッと感想が聞こえる時あったんですよね。そう、まさかの展開に「嘘でしょ、嘘でしょ」って言ってる子いて、学生さんで、それがちょっとねなんか嬉しかったりとかもしましたね。あ、嬉しい、別にそこのシーンは嬉しいわけじゃないけど、私だってそう思ってるシーンだったからさ、なんか嘘でしょって思ってるシーンだったからね、そうね。あと結構その学生さんはね、割と手をすごい振ってくれるんですよ。そうだからこちらもすごくテンションが高くなる。そう、でもあとすごいのはね、みんなやっぱダンスを踊ってくれるんです。 ABC ダンスは踊ってる学校は見たことはないんだけど、そのやっぱ一番最後クライマックスのところで踊ってくれる子っていうのは多くて、ていうかもうほとんど、ていうかもう全員、ほぼ全員って言っていいぐらいには踊ってくれてね、それが結構感激でしたね、本当に。うん、感動しましたよ。
学校で練習してたらちょっとほっこりしちゃうわ。でなんかいつかさ、めっちゃ練習してて ABC ダンスめっちゃ踊る学生さんいたらちょっと面白いな。ね、ね、本当に。まあそうですね、やっぱジョマイラブって素敵だなって思いました。改めてバイオリンは6歳からやってました。またね、今度どっかの時間でまたちょっと一回だけジョン・マイ・ラブについて語る回とかやれたらいいなってちょっと思ってます。ちょっとね、まあ、何について語るんじゃって思うんだけど、私もよくわからんけど。まあ今日はこのあと、このあととか言って、バイオリンは別に上手じゃないと思うよ、わかんない、でも自分は上手いとは思ってないかな。やっぱそれは私習ってるバイオリン教室は私よりも上手い人なんてもうゴロゴロといるんで、私はただ弾けるっていうだけです。皆さんは結構ね上手って言ってくださるんですけど、そう、そうですね、そうですねっつって、クッパと戦える、急なクッパだけど、クッパってなんだっけ、あれマリオだっけ、違うな、わかんないよ、でも戦えない気がする。まあゲームはあんまりしないからね。え、クッパってカルビクッパっていうの？知らんかった。それは普通に初めて聞いた。言わんのかい、どういうこと。じゃあなんでみんなカルビクッパって言ったのよ。謎謎謎。
通に謎すぎてびっくり。はい、ということで、じゃあちょっと急なんですが、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあね、ランキングを読んでいくよ。13位から。13位田所さん、12位ソランさん、11位飯田ひろゆきさん、10位ルミツさん、9位がファワジさん、8位モノサルさん、7位ママさん、6位カラスのカーコさん、5位夏目さん、4位アーティーさん、3位海指さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。ごめんね、いつも唐突に終わって申し訳ないです。はい、というわけで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。またね、ありがとうございました。おやすみ。